ヘイヨーケンツ飯です。最近もね、クラがやってくるんですけど、ひてき暮らしの昼ご飯、めんた釜玉うどん最強ということで、めんた釜玉うどんマジで好き、ツイートしたんだけどね、さっき作るの簡単だしいいよなということでやってくんですけど、バーバリアンが情報修正なのか下方修正なのかはちょっとわかんないですけど、バーバリアン自体は情報修正ですね多分。ということで、はい、懐かしいデッキケンツ飯デッキです。はい、自分が YouTube を始めるきっかけ、そして有名になったきっかけが、このデッキです。このデッキ自作で自分がずっと使い続けてて、昔ゴーレムが使われてなかった、でババアチャも使われてなかった、でこの3枚がすごいユニークだったんで入れて、で確かここがガゴの、ここがゴブゴヤだったかな最初は、なんだけど、まあ、メガゴとかアイスピが出てこの形でめっちゃ強くなったと。で、メガゴ下方来て、アイスピ下方来て、ザップ下方来て、ポイズン下方来て、リポン下方来てるんで、で、まあ、ゴレも来たんで、結構下方だらけのデッキにはなってるんですけど、下方だらけのデッキになってるんですけど、このデッキ自体は俺の下方、いや、ということでやっていきます。では行きましょう、グラチャレ。どうなんだろう。このババのところ、違うな、アーチャーのところをダクネにした形を、アジア大会の時は使ってたんで、まあ、それでもいいんですけど、やっぱり初期のやつをやっていきましょう。で初期の時のね、動画見たら分かると思うんだけど、めっちゃ俺ボソボソ喋ってんの。理由は実家で動画撮ってたし、マジ親に隠れて動画撮ったんで、まあ、YouTuber あるあるの記念すべき一発目の動画、めっちゃボソボソ説ってやつですね。よいしょ。相手のデッキなんだろう。で、ポイズンか。このバーバリアンの5体のやつやばいやろ。で、基本エリポン2つ置いてからゴレ出したいんで、まあ、ここはセパーチャーとかかな。ゴレか相手。出してこないっしょ。いや、ロリババ普通に強くね。このアーチャーの位置は一番やっていけない、タワーに消されるし、なおかつって感じだねとりあえず6エリポンポいて、いや、ポイズンロリババがしんどいな普通に。難しいね、ここ防衛から入ろうか。多分さっきと同じ攻めなんで、オッケー、守ってあげて、ゴレ来るか。で多分ロリババ来るんで、アイスピーシューから流しておいて、オッケー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 。でババ回しちゃって、もう一個ポンプ立てたいな。で絶対さっきと同じ風に来るんで、オッケー、ワンチャンあるな。ゴレ出して、オッケー、オッケーではねえな。
でロリババ使わせて、ババで防いで、ポイズン打つかな相手。オッケー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 、もう一発いこう。いや惜しいな、これゴレで封じたかったけど、多分これでいけるっしょ。でそれうまくね。あぶねー、オッケー。ちょっと今のロリババのとこ ISP で受けて削られたのがちょっともったいなかったな。よーしよ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 し、てめえこのゴレで知らずにゴレ使ってんじゃねえよと言いたいところですが、まあだからケントゴーレム氏っていう名前でツイッターやってるのも、ゴーレムが俺の何起源にして頂点、原点にして頂点、ゴレがなかったり今の俺はないからってことで、まあゴーレムに対してはって感じですかね。あれ受けれねえな、なんだろう、デッキわかんねえ、神技三重士。とりあえずバーバリアンの先生が鉄壁なんで、ロイフルか。こんな感じでまず序盤回してあげて、ファイボだとちょっとめんどくさいけどポイズンコケで、この2周目が回るんですよ。で、この残ったババのカウンターが単純に強くて、まあでもマジアチにお掃除されて、誰一人届かず、ユーノがつけられて、アーチャー回さんとやばいな。で、こうやって回していくんですよ、手札を。ロイホグ来るかな、来た。セッパーして守って、まあこれは6エリポンプでいいかな。でポイズン打ってきて、こっちが残るんで打ってこない、ただ回せもしないんだ相手。これ展開して、まあ、これ結構理想の形ですね。で、おっと、なるほどね。タゲ取らせてからでいいな。オッケー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 。ザップボーイでいいや。で、端前マジャチャぐらい。オッケー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 。で、あとボーイポンプ立っていけばオッケーなんで。え、GG。強いな、意外とやっぱいけますね。このポンプゴレにゴレデッキで珍しいエリポンが高回転でもあるんで、割と知らなかったら対応できないんじゃないかなって感じがします。いや懐かしいデッキだな、本当に使ってて本当に懐かしい。バーバリアン1体増えたのちょっと強いかもしれんな。うん、まあそのさすがに何だろう、今の形だと使え、実戦では使えないけど全然ありではある。さあ初手アーチャーセパから始めたいんよな。で昔初手リポンあったらいいんだけど、まあ初手リポンなんて引けない時の方が多かったんでね、気持ち。
うん、まあ遅延クロスも警戒して一応ここだね。ライトニング、昔はこれでも1アド取れたんですよね。昔は中解雇中ですわ。これはポイズン。ロイジェイか、ロイジェイ勝てるんかな。ベビドラがちょっときついよね。これかライトニングなんで、多分こっちの防衛ババがクソ強いんじゃないか、おそらく。ただゴレの公園につけれるものがないよね。ここをエリポン置いてもよかったかも。まずい、これまずい。あかんの、オーブン無限に建てられる。ここゴレ出さずに多分エリポン置いときゃよかったな。サイクルがよくね。このオーブンしんどいな。これ来る。一回防衛からやってポンポン置こうか。多分ババで防衛でアド取れるはずなんで。よいしょ。でポイズン打っといてあげて、ライトニング打つとこよ。いやー意外と残んねえな。3、4、5、ババで抑えきれるかどうかなんだよね。ライトニング圏内入っちゃうか。いやー、なんならライトニングじゃなくても入った。いやー今のもったいねえな。今のもったいないけど、多分ゴレ出してエリポンを置くっていう動きをすれば勝ててたかな。ちょっと悔しかったんでもう一戦行こうか。もう一戦行ってちょっと立ち回りを探したい。ババが情報修正されたらさ、あ、アナザーでいいや。ババが情報修正されたらさ、素直にさ、まあ、強いじゃん、ババが。だからちょっとね、こう、お剣爪刺激復活かっていう感じで、ちょっとね、こう期待だけ煽っておきます。はい、クロスボウっぽい雰囲気出していく。さて、ポイズン、これベビドラにかけたかったけど入るよね。 OK、マジか。スケラか、もう防衛ポイズン使っていけばって感じかな。このババが多分アイスイズに全部消されるんだよな。なんとか押せ。オッケー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 、出させたのはでかい。ムードとかいっかな。うーんって感じですね、まあ、とりあえずこんな感じでいくしかないよね。エリポン置くタイミングを伺うしかないな。でここはさすがに出してこないんで、やるとしたらここは逆サイゴレプラスのスケラだよね。それをこれで守ってあげて、
エキパンが残った状況をでケツゴレ出してセパーチャして、ババ受けたいが、でリポン置いて、ポイズン打たれると、オッケー、アーチャー頑張れ。で、リポン徐々にね、徐々にアドを取っていきたい。ババセパが強い説ある。多分これ耐えるんで、いや耐えんな。エリポンは残りつつある。どっちを食るかなよな、ここで。先打ち、オーケー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 。アチャセパー、地味に削られてんだよな。これが強いが、しかし強いが、しかしババも強えと。いやでもこれなんか自利品な気すんな。手札回しがやばい。まずい、グッドゲーム。いやー、まあ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 、ちょっと苦しいけど、立ち回り自体は悪くはなかったかな。もっとポンプをバコバコ置いてきてよかったんですけど、結構手札回しがしづらいかなっていうのはありましたね。ということで、ちょっとこのデッキ、まあちょっといじくって、まあ多分エリポンがいらない、アーチャーもいらない、でね、ババと、ババメガゴだけ残して、あとの5枚は好きなようにやれば、まあ、ゴレババ自体はありなのかなと思います。ということで、皆さんもぜひ使ってみてください。おつめし